それでは、山原さくら選手にお話を伺っていきます。三年連続グランプリ出場おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか。そうですね。もう純粋に出れることは本当に嬉しいですね。今年一年を振り返っていただきたいんですけれども、どんな印象をお持ちですか。そうですね。あの前半本当にちょっと苦しかったんですけど。後半で必死で巻き返せて。はい。今ここに入れることは本当に嬉しいです。何かきっかけはあったんでしょうか。 そうですね、あのー、本当今年はたくさんの競輪場というか選手の方々にお世話になってあの合宿させてもらったんですけれども本当に皆さんに支えてもらった1年になりましたその前半苦しんだ分かなり濃い1年だったんじゃないでしょうかそうですね、まあ、本当にその苦しい時期があったからこそあの取り入れられる練習が増えたりとか自分でもこう勉強しようと思う思いになったのでそれが結果につながって後半。 本当にま足の状態はすごくいいので、まあその時は辛かったんですけど、今となってははい、あ、いい勉強になりました。9月から10月は3場所連続の完全優勝を果たしましたね。そうですね、本当に嬉しかったですね。はい、<laughs> すみません、<laughs> いいえ、どうでもないです、えー。今年はグランプリ5枠に入りました。どんなレースを思い浮かべてますか。そうですね、あの外枠っていうのはなんとなく想像してたので。 まあそれでずっと練習してきてたので、まあとはもう本番落ち着いて走れたらなと思ってます去年のグランプリは大きな見せ場作りましたねね <laughs> そうです、ねあのまあ、去年はああいうレースをしたくてずっと1年頑張ってきたので今年はしっかり自分の持ち味を生かして狙えるとところから行きたいなっ思ってますそれでは車検を買ってくれるファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい えー、皆様の応援のおかげで、えー、3年連続グランプリ出場させていただくことが決まりましたこ、えー、今年は前半苦しかったんですけども今は本当に足の状態も良くて、えー、本番走れるのが楽しみです、えー、思いっきり走りますのでぜひ本譲に応援してくださいよろしくお願いします